エレン、また私に黙って外に出かけていましたね。それもこんなに遅くまで。相手は誠さんでしょう。分かっています。言い訳無用です。かの国には家族水入らずという言葉があるそうです。普通の形とは違えど、私たちもファミリー。せめてそばについてあなたを守らせてください。それとも私には信頼がおけませんか。エレンの行く道に付き従うには実力が不足しているのでしょうか。ありがとうございます。エレンなら分かってくれると思っていました。次の夜遊びは絶対に私も連れて行ってくださいね。約束ですよ。あなたが安心して楽しめるように人払いをさせてもらうだけです。私を心配する必要はないのですよ。私は危険を払うためにここにいるのですから。お待ちくださいお客様。主人に無断でこの部屋から出すわけには参りません。大事な交渉もまだ終わっていないようにお見受けいたしますが、威圧的な態度を取られても無駄ですよ。私も裏の世界に生きる者、あなたと同じです。さあ速やかにお席にお戻りください。状況がお分かりになっていないようですね。あなたと私、どちらが早く相手の頭を打ち抜けるでしょうか。試してご覧になりますか。申し訳ありません、エレン。与えられた職務を逸脱した行為でした。シニョール、銃に手をかけたことをお許しください。ただし、我が主の命が下れば話は別です。あなたの首はいつでも落とせるのだと。それだけはお含み置きくださいませ。